トチェフはポーランド北部のビスワ川沿いにある町、ドイツ名ディルシャウ、人口6万279人、プロイセン東部鉄道時代に遡る総車場を備えた鉄道のターミナルである。魅力的な旧市街と第二次世界大戦で被害を受けたビスワ川に架か,かる橋で知られる。1999年からボモージュ県トチェフ郡の中心地になっている。 1975年から1998年まで、グダニスク県に所属していた。ビスは川西岸、バルト海のグダニスク湾から南へ約30キロ、グダニスクの南東35キロに位置する。トチェ府は、ポメラニア港、グジミスワフが西洋派抜騎士団に所領をお貸しした1198年の文書にトルショフとして記されている。1200年頃、ポメラニア、 公焼サンボル一世はこの地に要塞を築いた。いくつかの記録に参見されるデルシェボという表記は、封建地主のデルスワフの名に由来する。トルショフとデルシェボが同じ村を指しているのか、それとも別々に存在したのかは判然としない。ビスワ川の水運の掌悪を盤石にするため、ポメラニア、公焼サンボル二世は居城を、ルビシェボとチェフスケーからこの地に移した。 1252年までに村は土地フやディルシャウとして知られるようになった。1260年に町となりリューベック県を得たが、1309年のソルディン条約で中東騎士団のハインリッヒホンプレツケの所領となった。町は1364年から1384年に再建されてビンリッヒホンクニプローデの第にクルム県を取得した。 1434年にはフス派によって焼き打ちされた。1466年に第二次トルンの和訳が締結されると、中東騎士団から新しく建てられた王領プロイセンに移管された。宗教改革で町民のほとんどはルーテル派に改修した。1626年にこの町を占領したスウェーデンのグスタフ二世やドルフはビスワ川に浮き橋をかけ、 街の南外れで矢江した。一旦復興したが、今度は、スウェーデン・ポーランド戦争で被害を受けた。1657年9月2日に、郊外で発生した戦いで、ポーランド軍は、バルデック・ビルデュンゲン白ヨーシアス2世紀下の、ブランデンブルク・スウェーデン連合軍に大敗を喫した。1772年の第一次ポーランド分割で、この地方は、ポーランド・リトアニア共和国から、 プロイセン王国に併合された。ディルシャウは新設された西プロイセン州に編入された。ナポレオン戦争その中の1807年にヤン・ヘンリク・ドンブロフスキ将軍によって一時的に解放されたが、1815年に再びプロイセン領となった。1871年にドイツ帝国が成立した。ベルリン時計にヒスベルクを結ぶプロイセン東部鉄道が、 開通した19世紀、街は急速に発展した。ディルシャウ郊外のビスワ川に架かる橋が発展に重要な役割を果たした。プロイセンとドイツの統治下で、ポーランド人マイノリティはドイツ化強制政策に苦しめられた。例えば、ポーランド人学校は否定され、子供たちにドイツ語を教えることを拒むと、ドイツ人役人のハインリッヒメッテンマイヤーは、 赴任したドイツ人教師は、ポーランド人の子供とその親から最大級の軽蔑を持って迎えられていると書き記した。第一次世界大戦後のベルサイユ条約では、ポーランド回廊の一部となり、ポーランド第二共和国に組み入れられた。1920年1月30日、ポーランドのヨーゼフ・ハラー将軍の軍隊が町に到着した。町にはポーランドにおける、 ドイツ人マイノリティの文化活動の中心地として、ドイツ語学校や劇場が設立された。ポーランド国会の議員にもドイツ人マイノリティが選出されていた。戦艦期には、トチェフは、海獣学校で知られた。この学校は後にグディニアへ移った。市のウェブサイトによると、トチェフは橋が爆破されるのを未然に防ぐため、1939年9月1日の午前4時34分に、 ドイツ軍がポーランドの公平基地を襲撃した第二次世界大戦開戦の地である。1939年から1945年まで、ディルシャウは第三帝国のダンツヒイコール西プロイセン帝国、大韓区ダンツヒ県の支配下にあって、グダニスク・ポモージェ地方の諸都市で最も大きな被害が出た。生産施設は事実上一つも残っていなかった。 人口は1.8から2万人にまで急減した。戦後間もなく、赤軍が進駐してきた。ポーランド人民共和国の一部となり、町名は再び、トチェフに戻された。町民は復旧、復興に努力を傾注した。現在は、電気工業や機械工業の企業が数社ある。一時資料をもとにしているため、偏見や先入観も含んでいる、可能性がある。 トチェフの紋章には、1260年に、町としての権利を与えた、サンボルに成功を称えて赤いグリフィンがあしらわれている。聖十字架教区協会、ビスワ川博物館町営公園1939年9月、ドイツ国防軍侵攻後に、ポーランド陸軍公兵が破壊したビスワ川の橋。ありがとうございます。